こんばんは、健三です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。本日はですね、アメイジーという今大注目をされているムーブトゥンアーンで稼いでいくものをご紹介しようと思います。サムネにもありましたが、バックにはですね、超有名インフルエンサーさんたちが多数いらっしゃいますので、期待できるかなっていうとこです。動画の途中にですね、スニーカー NFT がもらえるギブアウェイもありますので、最初から最後まで見るようにして見逃さないようにお願いいたします。現在ニューヨークに住んでおりまして、ニューヨークにいる僕に近く獲得できない伸びる前の情報というものがですね、多く存在しております。こういった伸びる前の情報を受け取って、今後の仮想通貨投資のポートフォリオに役立てていきたいあなたはですね、今すぐチャンネル登録をお願いいたします。さらに LINE 登録者限定で特典というものもお伝えさせていただいております。概要欄のこちらからですね、登録をしてぜひ受け取っていただければと思います。ではですね、早速本編に入っていきたいと思います。こちらがアメイジーのサイトになります。まずですね、ステップンと比べるとかなりスニーカーの NFT が綺麗になっているかなと思います。ステップのデザインもですね、僕は個人的には好きなんですけど、アメイジーはより立体的になっていると思います。アメイジーは今月末にテストベータ版がリリースされる予定になっておりまして、まだホームページあったりとかホワイトペーパーの詳細を発表されていないんですが、後で詳しく話してはいきますが、超有名なインフルエンサーさんたちがバックについていますので、かなり期待できるんではないかというところです。まず簡単に分かりやすくこのアメイジーをまとめますと、基本的な仕組みはステップと同じ点が挙げられます。最近僕もいろいろなムーブトゥアーンのプロジェクトをご紹介しておりますが、アメイジーはよりステップに仕組みが似ており、ステップユーザーはですね、特に使用しやすいんじゃないかなと思っております。このアメイジーなんですが、ステップ同様に歩いたり走ったりして AMT トークンをですね、稼いでいくものになっておりまして、アメイジーを開発したチームは20億以上のインストールされたことのある数十のモバイルゲームを開発したチームがですね、作成をしております。これを考えますと、おそらくステップはですね、もちろんのこと、その他のムーブトゥアーンのプロジェクトも研究しているはずです。なので期待できるかなっていうところです。やっぱりこのムーブトゥアーンのブームはステップから始まっているところもあると僕は思っていますので、そこはですね、ステップも研究していると個人的に思っております。ゲームプレイはこんな感じですね。スニーカー NFT を選択して GPS をオンにしていきます。ここに記載してあるスニーカー NFT は4種類で、それぞれレンジャー、ハイカー、スプリンター、コーチェとなっております。まだアプリはですね、リリースはされていないんですが、アプリを開いてステップ同様にアプリ内の NFT マーケットプレイスでスニーカーを獲得していきます。所有しているスニーカーが多ければ多いほどエネルギーレベルも高くなってきまして、シューズボックスはランダムで排出されるタイプとレア度をですね、選択して獲得していくものがあるようです。こんな感じでですね、スニーカーの詳細も見ることができます。そうしてですね、手に入れたスニーカーで実際に歩いたり走ったりをして稼いでいくという流れです。そうしましたら、ここにも記載があるように獲得した収益を確認したりすることができます。個人的にいいなと思うポイントはですね、友達と一緒にプレイすることができる点です。僕結構ジムとか行くんですけど、やっぱりですね、友達とやった方が楽しいですし、いろいろなことを共有できたりしますよね。一人だと今日はこれだけでいいやと思ってちょっとサボり気味になっちゃうんですけど、友達といるといい意味でサボりづらくなってきますよね。なので友人ともプレイできる点っていうのは非常にいいなと個人的には思っております。さらにですね、ここにもあるんですけど、スニーカーをミントすることができたり、アメイジーはですね BSC 上になりますので BUSD にスワップができるというところですね。ここにゼロエントリーバリアというものが記載されているんですけど、どうやらスニーカー NFT がなくても知り合いの友人とかに資産を借りてプレイすることができるようです。そこで得た利益を後で貸してくれた友人と分配するなんていうこともできるようです。これ非常にいいですよね。今までスニーカー NFT がないとトークンを稼いでいけなかったじゃないですか。だからこのシステムは非常にみんなが参入しやすいなってとこですね。はい、さっきちょっとですね、スニーカー NFT も見たんですけど、実際はこんな感じになっていますね。めちゃくちゃかっこいいですよね。なんかデザインが近未来みたいな感じがしてすごく好きです。サムネにもあった超有名インフルエンサーさんたちですが、こんな感じになっております。インスタ、 YouTube、 仮想通貨でそれぞれ有名なインフルエンサーさんたちがアンバサダーであったりとか投資家としてバックについております。このラーチェックさんなんてインスタのフォロワーが1040万人もいます。めちゃくちゃすごくないですか。日本だと100万人いったらすごいみたいな感じがありますが、やっぱ世界は広いですよね。上には上がいるって感じですね。これ
だけの有名なインフルエンサーさんたちが多数関わっていますので、今後注目されてくるというところがですね、ご理解いただけるかなと思います。はい、アメイジーの概要はこのくらいにして、シューズ NFT のギブアウェイがありますので、そちらを見ていきたいと思います。はい、こちらがですねギブアウェイの画面になります。あとですね17日残っておりますので、この動画を見終わってからごゆっくりやっていただければと思います。内容といたしましては9個ですね、ウェブサイトに行ったりフォローしたりですね、まあでもやっぱテレグラムのタスクは今回多いんですかね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、だいたい2分もかかんないぐらいで終わりました。で、終わりますとここにですねご自身の紹介 URL が発行されますので、こちらをお知り合いの友人とかに共有していただいてやっていただく感じになります。はい、今回はですねアメイジーという新しいムーブトゥアンのプロジェクトがありましたので、そのご紹介をさせていただきました。今後もですねムーブトゥアンのプロジェクトっていうものは出てくると思いますので、僕がしっかりと見極めていいなと思うものだけを発信させていただこうと思いますので、有益な情報を受け取っていきたい方はですね、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。何か手順とかでわからない点があったりとか、なんか質問がありましたら概要欄にですね僕の公式 LINE がありますので、そちらからメッセージをいただければなと思います。今回の動画はですね以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。